レスピン。はい、はい、今回はですね、うん、いつものコーデ紹介をしていきたいと思います。イエーイ。じゃあ早速行ってみましょう。 Go! Go! どうです？かわいい、みなさんこんにちは、ノアです。今回はですね、あの今結構もう流行ってるゴアっていうんだっけ、これです。これはね、なんか千葉行った時に買って、でもどこの場所で買ったかが覚えてなくて、だからアウトレットかもしれないし、でなんかその後おばあちゃん家行く前にイオン行ったからイオンで買ったかもしれないし、千葉で買いました。でもこれさ、意外とどこのさお店でも今あるから、結構こういうの手に入れやすいと思うんで。で、中に着てんのが、アナップの寒いやつ。で、ピアスが、なんか、よく駅とかにある、なんかちっちゃいアクセサリー屋さん ?500 円とか結構、休みのところで買えるところのアクセサリー屋さんです。これプラスチックだから あんまり重たくないから、グー。で、この黒のスキニーは多分 GU とか、そういう系です。これね、走れるやつだよ。走れるやつ。基本のはね、デニム買うときとか走れるやつ。わかる？ちょっと、ね、共感できる人わかると思うんですけど、そういうやつです。結構シンプルめです、今日は。以上です。ジャギン。はい、かなです。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 今回のコーデはですね、スカートなの。かわいいヒョウ柄。そう、かなでヒョウ柄初挑戦かも、このスカート。ええー。ちゃんと挑戦するのは初めてかな。っていうスカート。あ、このスカートはなんかね、冬仕様、なんかふわふわしてるんですよ。気持ちいい感じ、フェルトみたいな。サプリが。そう、これはテザーで買いました。ヒョウ柄、そう、流行ってるじゃん、ヒョウ柄流行ってる今、そう、だからみんな入ってるよね。そう、買ってみたよ。この白の、そうかのね、白のタートルネック欲しかったの。もう最近ようやく見つけられて嬉しいんだ。白のタートルネック、これは普通に長袖のですね、全部無地のです。これはどこだ、トップチックとかかな。で、買った、たまたまそう見つけたんで買いました。そして、この青。かわいい、それ。私の中で来てるんです、青が。しかも、ブルーってこういうブルーなの。割と、ちょっと違うんだけど、理想が。なんか、水色でもないし、みたいな。なんか、そう。ちゃんと自分の中であるの。自分の好きなブルーが。こういうブルーです。そう。これも、まあ、流行ってる。まあ、全部、割と流行りです、今日は。かわいいでしょ、この。かわいい、流行り。流行り、流行り。このなんか、ニットの柄みたいな。どん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 。どんどんどん。こんな感じです。以上です。はい。はい。今日はこんな感じのコーデでした。どうでしたか？結構ね、今流行ってますね。そう。今日の流行りのやつ。流行りで。タートルネックとかされますね。首の長いやつとかも。今流行ってるよ。皆さんもぜひ流行り取り入れて。見てください。はい、はい、今回の動画はここまでです。いいねとチャンネル登録とコメント待ってまーす。待ってます。お願いします。次回のかなのあチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。バイバーイ。